こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはチキンカツですね。昨日のささみの唐揚げに比べ、続いてささみのカツです。パン粉を使って揚げてあります。チキンカツ、ささみカツですね。ささみフライです。で、千切りキャベツ、ちょっと苦みが出るんですよね、食べきれなくて千切りして。だから今日は炒めました。炒めた方が甘みが出ます。で、消化にもいいと。なんかどうもね、白ご飯食べる気にならないぐらい油分が多すぎたのかな、昨日ので。今日もカツですからご飯も食べないと。カツとキャベツ炒めと、で、足らなければ卵焼きを食べようと思っています。要は卵焼きを食べたかったということですね。カツも食べたい、キャベツも食べたい、でも白ご飯は食べたくないということです。はい、体重 56.3kg、 体重 56.3kg、 体脂肪率 13.0、 体重 56.3、 300g 減ってますね。体脂肪率 13.0、 基礎代謝 1320、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.3、 体脂肪率 13.0、 基礎代謝 1320、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。もう一度、チキンカツ8本か9本あるのかな、700g か 800g 分ぐらい、多分、700g かな。で、キャベツ炒め、白ご飯は食べずに、これで足らなければ、卵焼きを焼いて食べます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。